はい、皆さんこんにちは、マグロレットです。今回は僕の魂のデッキ、構築を持ってきました。カウントビショップですね。もう気合入りすぎて全部プレミアムにしてきました。前回のグラマ最新でも使ったソフィーナ軸なんですが、ここにかなりの強化というか、まあ新しいカードが加わりまして、まずはセリーナ、まあ、これが一番でかいですね。アミュレットが盤面に4枚あれば、すべてのカウントを4進めるという、まあかなりの能力、とんでもない能力を持ってまして、条件さえ達成すれば、パワーが高いカードだなと思います。でそしてもう1枚、アンベルトですね。これは守護軸のカードと思うんですが、まあ実際カウント軸でも使えます。1コスの、長いカウントになりますんで、まあそれこそね、セリーナでカウント進めたり、まあサレンだったり、強力で割っていくことによって、かなり早い段階での達成も見込めるかなと。まあ守護よりね、守護ビシより強く使えるわけじゃないんですが、十分カウント軸でも採用できるカードだと思っています。まああとはね、神殿とかも入ってたり、結構、低コスアミュレット多めに積んでますんで、セリーナのパワーを最大限活かすっていうのが主軸に置かれた構築ですね。では対戦の方やっていきましょう。はい、対戦相手はロイヤル、そして高校になりました。ロイですか。まあ、事前段階では一番強いんじゃないかなと言われていたクラスではありますが、おー、セリーナ来ましたね。ただサレンもいる。一番いいのはやはり、4ターン目セリーナの着地になりますが、ただアミュレットを結構な枚数引いてこなきゃいけないんですよね。といっても低コスアミュレットでだいぶ硬い。うわー、なんだこれは、動きづらい。セリーナ、サレンか。ちょっとアミュを出した後の先のカードばっかり引いちゃいましたね。まあ、最悪ソフィーナ2で打つという手もあります、一応。これトップ見ますか。トップを見て、あ、じゃあいいや。置いちゃおう。まあ、強くは、決して強くはないんですが、次、リボルバーイーグルによってアミュレット4面展開をできます。あんまり良くないですけどね。うん。セリーナ、ただやっぱ4面で使いたいよな、セリーナは。ジャッジメントスペアマスター。これさっき引けばマジで強かったけどな。さっきスペアマスターならだいぶ世界変わってましたね。まあ、ただ相手も結構動きづらいのはあると思います。フェイラン来たらちょっとどうしようもないですが、ありやすか。まあまあまあ、オッケーオッケー。5-5ですか。一応セリーナ進化であれば上から踏めますね。では行きましょう、セリーナ。さあ、アミュレット3枚割って、攻撃力マイナスも一応働くと。突進はこれ乗っちゃいますね。ナイトにマイナスか。どう動く？スナイパーで行ってもいいか。スナイパーで2点ダメージ。はい。で、フェイス2ダメ。そうですね。アリアスか放置という手もある、一応。いや、ないか。さすがにないな。とりあえずここで消滅で2面処理しつつ、セリーナ突進でいいか。いや、強っ。いや、強いわ、セリーナ。あんまり、そんな強い動きじゃないですからね、今の。もっと強い動きあるんですが、それでもこのパワー。リザードも、ゼルガネイヤちょっと嫌でしたが、まあでもゼルガネイヤ来てても、盤面2面残りますし、それほど、きつくはなかったですかね。はい、当たって、瞬目、エンド、オッケーオッケーオッケー。もうほぼリーサルでは。ヘイブンファイヤースピアマスターかな。はい、ヘイブンファイヤースピアマスター。進化化をしたいですね、ここまで来たら。まあ、5-7作っておく。いや、でも相手バフできるからあんま関係ないか。もともとだったらね、5-7とか作っておけば結構安定かなと思ったんですが。そういったらあんまり関係ないですね。さあ、もうあとはヘイブンファイヤーを連打してるだけで勝てるかもしれない。回復がなければの話ですが、ここで嫌なのは、ラインハルトですね。オッケーオッケーオッケー、ナハタナハタは全然問題ない。まあ、全処理されますし、かつですね、相手の盤面かなり強力になってしまいますが、まあこちらも返せるには返せますからね。タイラントオーダー。そして破壊しつつ、いや、強いよ、このカード。やばいな、マジで。ナートナート本当にやばい。おー、スナイパーリーサルありがとうございました。いや、スナイパー強っ。いや、マジで強いな。ありがとうございました。一瞬でしたね。まあ、4ターン目セリーナできた時点で結構強いんですが、もっと強いムーブあります。全然まだ上振れというには、それほどではないかなという感じでした。が、でも強かったですね。ありがとうございました。はい、対戦相手はネクロ、そして先行になりました。まあ、2コス3コスあるんですが、全マリしましょう。お、アンベルトいますね。もちろんアンベルトからでいいかな。まあ、カーも置いた方が、おー。いや、これはセリーナ引きたいな。
まあ、アンベルト、アンベルト、あ、じゃあ、アンベルト、アンベルト、カームか。まで見えてますが。いや、マジなんだこれ。さすがにでもカームかな。3枚置く必要ないですね。あの、ハンダにあっても腐らないですから、7コスで普通にプレイすればいいんで。まあ、ただ今のうちに2枚プレイしておけばかなり圧はあるし、セリーナを引いた場合の上振れが半端なくなります。スカルドリーマー。これ引いてほしいな、セリーナ。熱いよ、引けたら。スピアマスターよりかはドロー見ますか。はい。あー、サレンもいいですね。オッケーオッケー。恨みの語りで、ちょっとライフが怪しい。ちょっとどころかだいぶ怪しい。さあ、ドローはパニッシュメントスナイパー。守護なんで一応あれですね。カウントが進みますか。で、スピアマスターも置くべきかな。もう置いちゃおう。だいぶやばいっすね。だいぶライフやばいけど。まあでもこれでもまくれる可能性あるのが、このデッキの強み。はい、当たって、あ、失踪か？失踪だいぶやばいっすね。うわ、強そ、それ。もう死ぬんじゃないの、これ。6、8、11点。残り5点までは詰められますね。あー、そっち進化ありがたいな。まあ、アンベルトがこっからいきなり割れるっていうのは相手も予想してない。いや、でもしてるか。セリーナ引ければ最強なんだけどな、ここ。まあ、サレンでももちろん強い。あー、まあまあ、しょうがないですね。サレンで行きましょう。で、サレン進化によってアンベルトを割っていく。無料進化もついてますね。まあ、このようにサレンもいますし、セリーナもあるんで、アンベルトはかなり割っていけるかなと思っています。で、4点用意、2点番。さらに5、6、守護が立ちます。ミリティオ、いや強いっすね。ここまでのブーバー相手ほぼ完璧。いや強い強い強い。出方ずるすぎる。最強の出方しましたね。ただカームで一応回復できるんで、まあ、次リーサルは相手も苦しいんじゃないかなとは思いたい。ソフィーナいいですね。ソフィーナ引けましたか。ただこのターンベルト召喚まではいかない。とりあえず自滅、自滅して、まあ、ソフィーナ出して、ソフィーナ進化かな。二面守護があれば、ミルティを残しておいても顔に来られる心配とはほぼないと思うんで。いいですね。いや、十分十分。カームの回復も偉かったな。まずは当てて、ただ失踪で顔面貫通は難しそうですね。二回三コスのやつプレイできればいけますが、オッケー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 。これリーサルか？はい、出てきますが2点残りライフ2、危なかった。まあ盤面リーサルですね。おお、これまくるか。相手相当ムーブ強かったけど、いや素晴らしい。まあ結構ギリギリでしたけどね。ただこちらもセリーナさえ噛み合ってればもっと早い段階で勝ったと思うんで、ちょっと2人が噛み合う試合も見たいな。まあ、次行きましょう。はい、対戦相手はロイヤル、そして先行になりました。まあ全マリですね。邪教の神殿はありですが、おー来た、2人揃ったぞ。あとは、抵抗サーミン引きまくりたい。無にある、オッケーオッケーオッケー。まあ、ただ先行でこっからアミレットを一気に並べていくのは難しいですかね。まあ、ゆっくりでいいと思います。セリーナを急いでプレイしなくても、ただ急がないとナハトが怖いんだよな。スフィンクス。まあ、これ恐竜ですね。恐竜打ってドローを、カーム、オッケーオッケーオッケー。一応トップから1コスアーミン引ければ、あれか、全部揃うのか。フォーメーション。1コスアーミン引けない？どう？おぉ、マジ？やばいことが起きた。だいぶやばいことが起きた。ただ、アンベルトが次割れないか。死後一体もいませんからね。まあ、とはいっても、ターン帰ってきた時に割れますし、全然問題ない。ゲルト。うん、オッケーオッケーオッケー。これは、おぉ、ソフィーナもいんの、やば。セリーナでじゃあ全部アミレット進めて、はい。で、そうですね。まあ、2分の1でヘイブンファイヤー当てに行くべきか。さあ。おー、しかも当たる。ただこれね、油断できなくて、ナハトが普通にきついんですよね。ナハト来たら全処理？いや、全処理は厳しいかな、相手も。うん、全処理はないですね。あ、オッケーオッケーオッケー。あれやすか、一応。アンベルトのダメージは飛びませんが、それでも正直十分だな。セリーナショって、フェイス。これやばいな。いや、これは、ここ10戦で一番上振れました。めちゃめちゃ。
でもイチコスターメン大量に入ってるんでありえちゃうんですよねこれが。はい、でプラスソフィーナによって全体バフ、46フェイス、46フェイス、ありがとうございました。やば、いやこれはやばいな、ありえますからね。でもうーん、割とセリーナさえ引けば現実的にやれるムーブかなと思います。ありがとうございました。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。いやこれだいぶ面白い、ビショップかなり面白くなりました。今までは正直ね、まあ、1,2,3,4 って網並べてソフィーナするのが一番強かったんで、そこばっかり目指して単調な試合展開になりがちだったんですが、今回はね、まあ、アンベルトだったりセリーナだったり、あとまあ神殿も積んでますからね、勝ち筋がいろいろ増えたんで、かなりね多様性あるというか柔軟に戦えるデッキになりました。なんでね、プレイしてるのも面白いデッキだったと思います。はい、ちょっとこれで今後もやっていきますし、ちょっとね早速今日、グラマス配信で使っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。